さあ皆さん始まりました。9月の2日、今が11時23分。いつも通りマーケットの分析あるんだけども、日経平均続伸ですね。まあ91円小幅に上昇なんだけども、投げ売られてる銘柄が、まあボトムアップで上がってきてると。まあここ狙い通りなんで、儲かってる人、うちのチャンネルでも非常に多いですよ。で、米国株、S&P500 に関しても続伸という形で、ビックス指数も下がって今、まあ上昇相場続いてるという形なんだけども、まあどうなってくるかですよね。まあ過熱緩和伴って日経平均とかも上がってきてるので、3万3000円超えるかどうか、まあそこすごい重要な分岐点があります。はい。転換点がですね。なのでそこあたりもひっくるめて現状のマーケットの分析、どこまで行きそうなのかってところの解説をやっていきたいと思います。で、僕に関して言うとちなみに2013年から7年間証券会社に勤めていて、最終本店まで行っています。ボーナス狙って毎年社長賞を取ったりとか、ボーナス狙ってね。しっかりと実務経験を積んできたので、そこあたりを踏まえた上で、これからの話よかったら参考にしてもらえると嬉しいです。皆さんよかったらチャンネル登録と、あと X のね、フォローもよろしくお願いします。あとメンバーシップでテクニカル分析の勉強会やってるんですけども、もし興味ある人がいたら参加してみてください。で、ちなみにメンバーさん、今晩に関しては、銘柄のスクリーニング法ですね。そこに関しての、まあ、勉強会やりますので、ぜひともその時間ご参加いただけると誠に嬉しいのでよろしくお願いします。というくだりの中で、さあやっていきましょう、日経平均。まあ、91円小幅に上昇というところなんだけども、まあ、順調にね、ボトムアップで切り返してきてますよね。で、パラボリック、このドットチャートは日足の下の方に点灯しているので上昇トレンドを形成中、5日移動平均線と25日移動平均線、この黄色のラインですね。まあ、ゴールデンクロス形成して、一目の上限、この緑のラインを終わりのベースで若干超えている状況です。一目の上限と下限のラインって抵抗ラインとしてはすごい重たくなりやすいところを抜けてきてるってところで、今上昇トレンドがこの2つ、パラボリックと一目でね。かつ、MACD もゴールデンクロスを形成しているので、今上昇トレンドは3つ点灯しているような形なんですよね。で、ストキャスティックスが若干過熱気味のラインに突っ込んできてるんだけども、RSI のライン。はい、これ前話していた、皆さんに話していたラインですね。ここ1本抜けてきたので、ちょっとね、トレンドがね、出てきてるんですよね。もうちょっとなんか上がりそうな形のトレンドが。で、まあ、ここをね、ちょっと次は意識っていう形になるんだけど、ここを抜けてくると、さらにちょっとマーケットが強まる可能性がある。イコール、RSI がここのラインまでタッチするまでは、ちょっと上がってくるかもしれないってところですよね。ただし、目先、はい、見てほしいのが、PR15.5倍の理論値ですね。それが迫ってきています。32,816円です。昨日のデータでね。で、PR15倍から、PR15.5倍の日経平均の理論値。まあ、15倍が今現状で 31,758円なんだけど、このレンジ内での動きっていうのがすごい重要なんですよね。なんでかっていうと、過去ここの高値って PR15.5倍の理論値のラインで頭取って下がってるんですよ。今水準が下がってる。これはね、全体の業績が下がっちゃったから、決算とか悪い銘柄であったじゃないですか。決算後急落してる銘柄とか増えてたと思うんだけど、その関係で理論値がちょっとプッシュダウンしてるんですよね。その関係で今 15.5 倍の理論値が 32,816 円なんだけど、過去はここあたりだったんですよ。 33,500,600 とか、はい、なのでここのラインで頭取って下がってこないかどうか、あと日足の割れ抵抗ラインですね、はい、ここのラインそこにタッチするっていうところもあるので、ちょっと 33,000 円は重ためになるかもしれない。ただしやっぱし9月末がね、配当取り、まあ、配当月ですからね、後輩と銘柄に関しては比較的、まあ、非常に強い動きを依然として継続しているっていうところだとは思います。まあ、もう先月の段階からね、後輩と銘柄とか狙ってやってたので、僕だけじゃなくてみんなですね。はい。なので、今回のボトムアップに関しても乗れた人かなり多いです。はっきり言って。結果が出てます。結果が出てます。で、投げ売られた銘柄を買ってるっていうのをライブ配信であったりとか YouTube の動画の配信の中でも話してたので、そこあたりが全体的にボトムアップした関係で、そこをね狙って買って利益含み益取れてる人ってめちゃめちゃ多いんですよ。で、その結果すごい嬉しかったんだけど、はい、昨日のライブ配信でみんなと話してますよね。うちのチャンネル内の勝率今こんな形なんですよ。ちょっとね、画像がちっちゃいんで拡大したいと思うんだけど、はい、今週実利含み益増えた人で、ハイが 70%、含み益減が 6%、含み増の人がたった 17% です。これ過去最高です。で、様子見が 7% って形で、今まで過去に、含み損を抱えた人って最高でも 20% 台までしか下がんなかったんですよね。それが初の 10% 台まで下がってこれてるってところで、まあ話してきてたことは間違いじゃなかったのかなっていうふうには思ってますよね。もうみんな乗れてからね、昨日の夜のライブとかすごい盛り上がりましたもんね。ただ中にはまだ含み損を抱えてる人もいるんですけど、もう僕も全力でサポートしていくんで、そこは何としてでも取り戻していきましょう。まあ、とりあえずね、
今回のこの流れに乗れてる人は非常に多かったっていうところですごい嬉しかった。ただ、年末にもうワンチャンス来ると思うんで、そこはね、狙っていきたいですよね。高値から半年後なんで、はい。6月すったかり日経平均一旦取って下がって上がって切り返してます。で、そこから半年後がちょうど年末年始。年末は皆さんご存知、損益通算、税制上の売りが出やすい。税金の還付を受けるために、損してる銘柄をあえて売ってくる人が、急増するのが年末です。年末です。で、信用取引で買った人たち、高値で買った人たちは、半年後には必ず売らないといけないんですよ。6月すった金ってことは、年末12月だ、半年期日、税制上の売り。はい、信用で買ってるやつが重たくて上がらなくて、まあ、ボトム張ってる11月、12月に向かって、そういった銘柄っていうのは、年末に向かってもう一段安してくる可能性がある。イコール、バリエーション度外視した売りが出てくる可能性があるので、そこが絶好の買い場となる可能性があります。そういった銘柄は逃したくないっていうのは、前から皆さんお伝えしている通りです。はい。一応その想定していた軌道よりも、この12345の波動あるじゃないですか。これって今回の波が始まる前に書いてた想定していた軌道なんですけど、それよりも早くちょっと動いてきてるんですよね。うん。9月末に向かってここのラインまで上がってくるかなって想定しながらやっていたところが、一旦ね、1ヶ月ぐらい早めに到来してしまったってところで、まあ抜けてきてくれたら嬉しいですけどね。一応、まあ日経平均先物はおとなしいですけど、うん。まあそういう、まあ含み益持ってる銘柄は僕も持ち越しているので、来週もちょっと期待しているところあるんですけどね。ただし、メジャー S 級が来るんじゃない?メジャー S 級種が。そこ注意。水木金特に。はい。日本のメジャー S 級種は第2週に来るんですよ。で、水木金あたりからぶれやすい。で、アメリカのメジャー S 級種は第3週に来るんですよね。で、メジャー S 級種っていうのが何なのかっていうと、先物の期日の入れ替え日なんですよ。要は、大きな先物の売って買ってっていう需要が、期日の入れ替えが入るので、そこって、やっぱし、需給的なインパクトが先物中心に出やすいんですよね。なので、そこだけちょっと警戒。S 級種は荒れやすいっていうのがあるので、水木金ですね。はい。それぐらいから、まあ、とりあえず、ここから慎重にまたね、次のチャンス狙っていきたいよね。抜けてくれたら、もう安く買ってるやつがまた含み益伸ばしていくので、まあ、それはそれでいいのかなっていうふうに僕は個人的には考えてます。はい。そんな感じですね。じゃあ、今日の今現時点での日経平均の理論値であったり、その他のデータも、はい、週まとめしていきたいと思います。で、まず見ていくのがデータ。はい、これですね。理論値のところから解説していきましょうかね。またちょっとね、理論値下がってるんですよ。9月1日時点での日経平均の一株当たり利益が 2117.19 円。どんどん下がって2120円割ってきちゃったんですよね。で、その関係で EPS ですね。これ、一株当たり利益、日経平均の。これかけることの PR で日経平均の理論値っていうのは求められるんだけども、PR15 倍かけてもらうとさっきの水準に、計算式に載ってます。はい。31,758 円が日経平均 PR15 倍の理論値。で、15.5 倍の理論値が32,816 円。150円ほど前日と比べて、また下がってきてる。ということは、その次の決算の時も、業績の下振れっていうところは警戒ですね。理論値がまた下がってくるんだったら、日経平均の割高感っていうのがまた出てくるので、まあ、個別物色でいいと思うんですけどね。投げられて、バリエーション割安の銘柄って、やっぱし結構あるので、そういった銘柄は下げてもあんま下がらないという形になるとは思うんだけど、まあ、どちらにしても個別対応でやっていきましょうっていうところで、まあ、このライン意識していてください。で、行って PR16 倍なんで、33,875 円。このラインも天井近辺かもしれないというところで意識。で、かつ騰落レシオ。これが過熱感ビシビシって出てます。9月1日。はい。25日の騰落レシオが120超えたので、すべての日付で、過熱感を伴って上がってるという状況。株式マーケットは、日本株はね。で、騰落レシオって日中の値上がり銘柄数と値下がり銘柄数から求められる指標なんだけども、120を超えると過熱。80を下回ると売られすぎです。はい。まあ、そこは、覚えておいてください。で、全部過熱感示されてるので、過熱の修正がちょっと起こりやすくはなってるかな。で、空売り比率も低下。はい。空売り勢がちょっと焼かれてきてるというところだと思います。上がってきたんでね。これが9月1日、昨日時点での空売り比率 40%、その前日 42.4%。直近空売りで儲かっている人たちが、まあ、買い戻ししてきているという形ですよね。40% 台は低いので、パーセンテージで。で、やっぱしここが動いてる可能性がある。うん。焼きに来てるのは誰なのか、証券事故。
はい。これ投資主体別売買動向ですね。とりあえず8月の25、18日の週に、海外投資家が2週連続で売り越している。合計でね、現金部分なんだけど、これ、9400円売り越しているから、また、今上がってる段階で買ってきてるか、逆に売ってきてるのかっていうのはすごい情報、すごい重要な情報になるから、来週の木曜日に発表される最新データは必ず見ておかないといけないんだけども、はい、海外勢2週連続売り越し、個人も売り、投資信託、信託銀行は小幅に買い越し、まあ、毛ほど生えてるぐらいですわ。ただ、証券事故がここもと3週間連続で買いに来てるってところで、空売りの買い戻し、ショートカバーを誘発するような手口がちょっと入ってるような感じがします。なんでかっていうと、過去何回もあったんですよね。ここあたりはね。はい。空売りの買い戻しを誘発するような手口ってのは何回も入ってます。で、決まって、それを助長してたのが証券事故。なんでかっていうと、まあ、今年の3月ぐらいから、1月3月からの大相場あるじゃないですか。年末年始、年末から年半ばに向けての、6月に向けてのですね。この時も証券事故がここでバーって買ってるんですよ。これ、日付で言うと1月27日から3月10日。で、次に買ってたのが、この4月21日から、まあ、ここあたりの日付、6月23日まで買ってるんだけど、これ何狙ってるのかっていうと、ここなんですよ。日商合計の信用倍率。これマーケット全体の需給を表すんですけど、信用の売り算がこっち。8月の25日の週時点で8614億。で、買い算が 3.7 兆ぐらい積まれていて、売りよりも買いの方が 4.26 倍多いですよ。信用評価損益率はマイナス 9.74% だから、信用の損益状態はそこまで悪くないっていう状況が出てます。で、この売り算見てね、仕掛けてきてます。証券事故は。はい、振り返ってみましょう。1月の、まあ、ここあたりですね、27。信用の売り算が急増してるの分かりますかね。6000億台から8000億台に、まあ、切り上げ。で、高いところで24日 ?2 月のね。ここ1兆円超えてるんですよ。これ異常値です。そう出ないんで1兆円の売り算っていうのは。過去データ何度も見てるけど、ずっと。はい。なので、ここを焼き切るような形で証券事故が買いの手入れてるんですよ。で、日経平均プッシュアップですね。で、次に、ここあたり。はい、4月。ここも1兆円、6月16日。4月の7日に6800億円台まで行ったんだけど、そこから売り算がどん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 増えたんですよね。で、6月の23日とか、6月の30日とか、1兆円近いじゃないですか。ここ見て、証券事故は買いの手入れてきてます。イコール、これは、証券事故は信用の空売り勢を焼き切るような形で、買い戻しを誘発させるような形で、買いの手を入れてる可能性が高いっていうところですね。これ当時から、その当時にも解説していて、その通りの動きをしてきてたので、まあ、この考え方は間違いじゃないかなっていうところですね。はい、経験則です。これはマーケットの日々の解説動画で皆さんにアップデートしている通りですね。はい。まあ、そんな形なので、ちょっとその、空売りのショートカバーをちょっとその見ておくべきなのかなっていう感じはするよね。そこあたりを踏まえると。じゃあ、ちなみにそこあたりのデータをひっくるめて、日経平均の寄与度上位。銘柄見ていきましょう。日経平均に最も上昇に寄与した銘柄がソニー。3.21% 上がって、日経平均を一銘柄で13を押し上げました。で、続いてダイキン、リクルート、KDDI、伊藤忠。まあ、ここあたりがトップ5。で、下落寄与度トップはファストリー、東京エリック、ソフトバンクグループに、TDK、エーザイ。まあ、ここあたりが下がってるっていうところですよね。まあ、全体的なところで言うと、やっぱしテーマはボトムアップ、投げ売られた銘柄の買い戻しっていうところと、あと高配当銘柄の物色の手。まあ、そこあたりがダブルパンチで日経平均押し上げてるよねっていう感じがする。もちろん上がってる銘柄も上がってるんですけどね。はい。とりあえず狙われてるのはそこですよね。で、僕もやっぱりその投げられてた銘柄とか集中的に買ってから、ね、今含み益増えてるっていう状況なので、狙い目としては間違いではなかったと。あと、高配当銘柄もね、みんなその、9月末、9月はもうその時期だからっていうところで、もう先月から仕込みに行ってたので、まあさっきみたいな結果、勝率になってると思うんだけど、で、主力銘柄の動きを見ましょう。アドバンテストはね、まだ弱いよね。ああ、なんか待ってるよね。あ、これヘッド&ショルダーなんで、この点線ライン意識ね。割ったら下にズドンできやすいので、そういった微妙なところラインなので、こういった動きになってるのかなと。で、レーザーテックがちょっと上抜けるかどうか、5日と200日のゴールデンクロス形成で、RSI の、まあ、割れ抵抗ラインタッチっていうところですからね。来週が14局面。ここのライン。ここまでは上がるんですよ。この後が重要なんで、必ずここ見とチェックしとってください。ただし時期は重めですよと。で、ファーストリテイリングは、下落。なんだけど、パラボリックは上昇トレンド形成ですね。まあ、一旦戻すラインまでは戻しているので、またここも上値ラインかな。うん。ここ。
ここまでは上がってくるんですよ、大体。で、やっぱそのボトムアップしてる銘柄が市場の中心となってるって中で、まあ、キーエンスはね、弱いんだけど、ここも若干ボトムアップはしてるからね、バンド期限調整の後の、ボリバの調整25日までの期待値。はい、ここあたりは上がってます。あと、上がってるところで言うならば、はい。上がってるところで言うならば、リクルートがね、もう昨日はもうバーンって大きく上げましたよね。ここあたりがね。これバンドオフなんで。とりあえず日柄調整が入るまで様子見っていう形で上がってるでしょ。で、電気機器であったりとか、そこあたりで言うならば、安川であったりとか、あとダイキンとかも上がってるじゃないですか。精密機器ですね。まあ、テルモとかも上がってたよね。これもね、投げ売られてたやつもね。これライブ中に分析してたんだけど、全体的に、やっぱそこあたり強かったですよね。投げ売られてる銘柄。他にもいっぱいあるけど、ソニーとかもそうだよね。投げ売られて200日線でもたもたしてた銘柄が一気にこうボトムアップでバーンって、昨日上がったじゃないですか。狙い目は間違いではなかった。まあこれが持続的な上昇に続いてほしいですけどね。まあ、来週次第かな、動きは。油断せず行きましょう。今利益取れてる人非常に多いです。で、こういった時って無謀な賭けに入りやすいので、そこだけは注意ですね。期待値求めていくのと、博打をするのは全く違うので、博打に走らないように、そこだけは、よかったらコントロールしといてほしいかなと思います。人間、うまくいったら、もっと儲けてやろうと思って、いろいろとやり始める。で、一番やっちゃいけないパターンが、博打銘柄、して株とかに手出すですね。はい、安易に。変な銘柄に手出して、一発これで儲けてやろうって、勝負張ったら、大体逆いくパターンなんで、そこだけは今まで通りやっていきましょう。期待値を求めていくの重要だってのはみんなもう知ってると思うんでね。とりあえず主力銘柄も全体的にね、ボトムアップしてるからいい感じですよね。ホワイト銘柄まだね、しっかりとしてるし。で、主力の銘柄もちょこちょこと見ましたというところの中で、ただドル円がまだ146円の20銭台なんですよね。円高振れないの、昨日一瞬144円突っ込んだんですけど、もうすぐに146円の20銭台まで円安がまた元に戻ってます、ドル円が。アメリカの雇用統計が、市場予想は上回ったんだけど、失業率がね、上がったんですよね。そこのニュース出しましょうか、まずはね。その関連記事ちょっと読み合わせていくんですけど、これですね。はい。investing.com からの情報ですね。アメリカの雇用統計、下の方に書いてます。はい。で、雇用者数が18万7000人と予想以上に増加。まあ、17万人ぐらいだったからね、予想が。まあ、若干伸びたぐらいですよ。ただし、失業率は3.8%と7月の3.5%から上昇し、2022年2月以来の高水準となったってところで、失業率が悪化してるんですよね。ただ悪化してると言っても、これがまだ完全雇用の水準なので、別にその悪いってわけじゃないです。はい。悪いってわけじゃないです。ただし、増加したっていうところで、やっぱその9月の利下げ、まあ、利上げですよね。利上げ停止論っていうのの期待値。はい。利上げしないで据え置きっていう期待値が90%以上まで跳ね上がってます。はい。90%。これですね。FRB は今月19日 FOMC を開催。CME フェドウォッチによると、今回の会合で金利据え置きが決定される確率は95%になっているみたいな感じで。まあ、いろいろ出てはいるんだけど、この前のデータでは、9月の、はい、今回の会合では、期待値が87%だったんですよね。なので6%上昇してるって感じかな。今回の会合で、金利据え置き決定される確率が、87%から93%に、まあ、6%上がって、まあ、ほぼほぼ今回はないでしょう、9月は。今回の雇用も、ね、失業率が悪化してたし、っていうところです。っていう状況になっている。で、その結果で、ね、アメリカの金利が下がるかなと思ったら、とんでもない、まあ、長期の金利が上がってるって形ですね。はい。長期の金利が上がったんですよね。アメリカの金利見ましょう。2年債利回り。はい、これ下がってますよ。ただ下髭伸ばしてね。で、5年債利回りも下げたところから結局プラテン。で、10年債利回りも、まあ、上昇で、20年債利回りも上昇。この関係で、円安がまた進んじゃったんですよね。日米金利差が、やっぱ上昇したから。これアメリカの10年債利回り引くことの日本の10年債利回りですね。これが上がると円安基調です。直近、これ下がってるんだけど、円高にリアクション全くないんですよ。円安基調が依然として続いてるんですよ。弱い円、強いドル、依然として継続、146円。だから先に、この日米金利差の下げに対する感応度が低い
だけど、上げに対する可能度が高いんですよね。で、これがさらに上がっていくならば、もっと円安に行く可能性があるので、もうそれなんか嫌ですよね。とりあえず146円の20銭台まで円安は進みました。で、その関係で、ドル建ての日経平均はどうだったの？上髭伸ばしてます。ただ上昇はしてるんですよね。これ何なのか？日経平均割るごとのドル円、為替の変動リスクを考慮した海外投資家みたいな日経平均はこれですね。これがボリバーの調整25日、まあ、あと100日移動平均線までのプッシュアップが来てます。で、ここのラインを割った段階で、海外勢は売ってきてるんで、9400億円現金でこの週にね、この週、ここの下げのところまで。この陰性のところ、8月25日の週です、これ。ここまで9400億売ってるんですよ。で、今、上げて元のラインまで来てるんだけど、ここまで行って下がってくるかどうかですよね、問題がね。はい。ここまではよう戻るんですよ。ここ抜けてきたらいいんだけど、ここで頭取って下がるんやったら、下落トレンド。やっぱし、ここの安値ラインを、のラインを抜けられなかったってところで。はい。木曜日、どんなデータ出てくるかだよね。売ってくるか、買ってくるか。買ってきてるんやったら、まあ、とりあえず一安心。まあ、でもね、相当買ってたからね、海外投資家ね。PR も高いし、利益率も下がってるし。慎重に行きたいところではある。一応、3万3000円レベルは。一応ね。だから、僕も金曜日は、新規の持ち越しの玉、買いは入れてないですよ。大体もう含み益が出てるやつを持ち越してるっていう形なので、余裕を持ったポジションで持ち越してます。来週に向かって自分のポジションは何かあったらすぐに対応できるような、そういった対策も講じてるから、余裕ですね。よほどのそのなんかストップ安とか来ない限りはね、対応できるのかなという感じがします。まあ、基本的には大型株やってるので、よほどのことがないと窓を開けて大きく下がってこないだろうっていう、そういった銘柄やってるから、まあ大丈夫だと思ってやってるんだけど、ね、動いてからじゃないとそこあたりわかんないからね。依然としてまあ強い動きしてるけど、まあとりあえず PR 15.5倍の理論値は意識かな。で、トピックスはちなみにこんな形で、まあ高値更新と、はい、強いですね。一本抜けたので、トピックス優勢の相場は変わらんぜよと。NT 倍率下落。はい。トピックス寄与度の高い銘柄が優勢。これ日経平均割ることのトピックス。NT 倍率っていうふうに一般的に言われているものです。NT 倍率って考えるから意味わからんですよ。計算式で覚えてください。簡単です。分子が日経平均。分母がトピックスです。この手の位置重要。上がると日経平均優勢で、下落するとトピックス優勢なんですよ。書いてる通りです。分子と分母がどっちなのかで、上行くか下行くかでどっち優勢なのっていうのが分かってきます。そう言われるとすごい簡単だと思うんですよね。で、これ下がってるので、日経平均への寄与度の高い銘柄よりも、トピックスへの寄与度の高い銘柄、イコール時価総額のでかいバリュー株、高配当銘柄とかがまだ依然としてパフォーマンスが強いよねっていう試合が続いてるってことですよね。はい。NT 倍率が上がってるってこと。まあ当たり前ですよね。配当好きだから。日本株最大のイベントは高配当取りなんで、配当取りなんで今月はね。もうそこにみんな照準合わせて動いてるよ。もう事前に。僕たちはもう、ね、もっと早い段階から、今月からやってるんじゃなくて前からやってるから、含み益だけどっていう状況なんだけどね。で、反面マザーズは下落ですね。0.2%下落。はい。直近戻したんだけど、でも今月のテーマだけで言うと、中小型株じゃないんですよね。配当取りなんで、やっぱそっちの方に資金が流入しやすいってところで、まだね、本格的な上昇はないんじゃないかなと思うんですけどね。自分もやっぱしまだ、中小型株って、持ってはいるんだけど、一銘柄だけ。でもそれってその配当狙いで持ってるだけなんですよ。だから、個別では動いてるけどね。個別では動いてるけどね。全体的なところで上げてくるかってところが、ちょっと時期的な、9月特有の動きで難しいのかな、アンダーパフォーマーまだ続くのかなっていう。まあ、ワンチャン上がってくる可能性があるからケアしないといけないけど、まあ、とりあえず、高配当銘柄なんじゃないっていう感じがするかな。そんな感じですね。で、アメリカと日本株の優位性。まあ、ここに関してはフラットです。これ NS 倍率、日経平均割ることの S&P500 イコール、分子が日経日本株、分母が S&P500 米国株です。で、これ横横なので、日本株も米国株も優位性の、要はそのトレンドが依然として出てない状況。だよね。だよね。で、その中で米国株はどうだったの？昨晩上昇ですね。115ドル高。まあ、上髭伸ばしてるんだけど、5日移動と25日の距離感近づいてきている。ストキャ、RSI、MACD。まあ、ね、まだなんとも過熱感出てないですよね。
25日とボリバン中央線で頭取って下がってきたら困るけど。で、S&P500 も上昇。これ5日と25日ゴールデンクロス形成してるんで、パッと見まあ、ボリバンのプラス2軸は前のと一目の上限ラインで頭を抑えられてる程度。まあ、ここまだ下げの基調は出てないかな。特にビックス指数の MACD が下がってるので、これが出てる状況では、まあ、強いのかなと思います。これ市場の不安心理を表す恐怖数なんですけど、ビックス指数と言われるもので、機関投資家がオプションでヘッジをかければかけるほど急騰しやすいんですよ。で、逆もしかり。はい。で、これが上がると株は急落。これが下がると株は上昇しやすい。すべての起点は MACD。解説動画概要欄の方に、爆撃戦略3という動画のリンクあるので、それを見といてほしいんだけどね。それ見たら、なんでこの、MACD のトレンドの現れっていうのが重要なのかっていうのは、わかりますよ。8月の25日、ここです。はい。ビックスと MACD、デッドクロス形成。その段階で、全体的に上がってるから。日経平均も、米国株もすべて、ニューヨークダウも、はい。8月25日上がってるでしょ。まあ、ここあたりのサイン見てから、僕も乗りに行ってるので、これは前の解説動画で皆さんに話していた通りですね。はい。こうグーグーって上がってたからね。ここボトムアップして。まあ、僕はここあたりでもう出し入りしてたんですけど、その後も買い向かって、今の含み益が出てるような状況かな。状況かな。はい。まあ、結構ね、やっぱしビックストレードは重要なんで、で、逆にビックスの MACD が、ゴールデンクロスですね。こんな形で青のラインがオレンジラインを上から下から上に突き抜けてくるようなこういったサインを伴ってスキュー州に入っちゃうとその州が荒れやすいっていうパターンもあるからそこだけは見逃さないように依然としてたら下がってるからね。その兆候はまだ出てないかな。ビックスのマックディデッドクロス形成はそこからの上昇の目先の上昇の踏み合いのサインとなりやすいし逆にゴールデンクロス形成はそこからの一旦の下落の形成のサインっていうふうに覚えておいてください。はい。で、ナスダックも、小幅に、まあ、下落かな。急に一旦下がったんだけど上がったからね。で、ソックス指数は逆に 0.32% 上昇で、5日と25日のゴールデンクロス形成後のここの窓目。まあ、それが完了してる感じです。そこで一旦頭を抑えられてるんですよ。ストキャだけ、加熱感は。RSI、MACD。まあ、様子見ながらかな。こうね。はい。そこを見ながらやっててください。で、セクターローテーション、GV 倍率はちなみにどうなの？いや、これこそね、グロース株優先依然として、これ、S&P500 のグロース株指数あることのバリュー株指数ですね。GV 倍率。上がると、グロース株いいです。下がるとバリュー株良い。アメリカね。上がってるんで、グロース株の方が今アメリカ優勢、バリュー株弱いです。で、セクター別の騰落率で見ると、上げ下げしてるセクター、エネルギーセクターが、これは吹っ飛んでるんですよ。なんでかっていうと、これ WTI 原油が85ドルまで上がってるんですよね。まあ、減産のところのニュースを受けてからさ、上がってるんだけど、今86ドル近辺まで上がってるんですよ。年末、この影響入ってくるので、物価とか欧州とか大丈夫かなと思ったりするけどね。ただエネルギーセクターが上がったので、はい、エネルギー、WTI 原油が吹っ飛んだので、エネルギーセクターが一番パフォーマンス良かった。で、次に、マテリアルセクター、金融、フィナンシャルセクター、工業セクター、ヘルスケアっていう感じかな。で、一番下がってるのは、ここ、生活必需品弱いです。はい。コミュニケーションサービスセクターは、高かったから若干押されただけ。で、一般消費財、で、公共株も弱い。不動産セクターは横横って感じかな。不動産セクター。だからね、今見てもらった通り、バリュー株弱いんですよ。エネルギーが、主導したけどね。全体の上昇を。で、個別銘柄見ると、昨晩どこがアップダウンしたの？リフトが引き続き連投を 4.75% 上げ、アドバンストマイクロンデバイスの MD も 3.53% 上昇、アルコアも強い、オクタは急進、決算後の動きですね。で、ドキスタイン、アリババ、エクソンモービルであったりとか、エネルギー関連もシェブロも強いですよね。200日でちょっと頭そんな感じするけど、一旦売られ、売りの手は入りやすそうだけど。はい。で、主力どころのガーファム見ましょう。アマゾンも 0.08% 上昇で、一旦の下落サインは回避。で、アップルは 0.85% 上昇で、ここ窓目まだしっかりとしてないか192ドルぐらいまでありそうでしょ。で、アルファベットも強い。バンド奥中上昇方向に。で、マイクロソフト 0.27% で、ガーファム全般が切り上げてきている。プラス、NVIDIA。はい。これ 1.7% 下がってるんだけど、高値近辺で揉み合ってる状況、強いよねってとこですよね。で、テスラ。
テスラモーターズ。ここも 5% 逆に急落してるからね。あれなんだけど。で、ディズニーランドとかも、夢の国も下がってるんですよ。ウォルト・ディズニー。これは、ちょっとその材料出てるらしいんですけどね。さっきちょっと出てたと思うんですけど、ここがね、関連記事があったと思うんだけど、さっきのやつですね。これ、investing.com ですね。さっきの。一方、メディア娯楽大手、ウォルト・ディズニーとケーブルテレビ大手、チャーターコミュニケーションズの料金トラブルにより、ストリーミング配信会社が急落したことで、ナスダック総合はマイナス圏で引けたっていうニュースが出てます。まあ、ここあたりのそのトラブル的なところで、ウォルト・ディズニーが下がってしまってるよという状況かな。で、もっともその下落してるところで言うなら、ウォールグリーン、下向き方向。で、さっきウォルト・ディズニーでしょ？あと、ペプシ、弱い。太陽光関連は若干上がってたところから下げ、クラストレック強いから一旦リグイが出ただけですね。AT&T 下落、コストコ、コカ・コーラ下、飲料系が弱い、ターゲット、ジョンソン&ジョンソン弱いですね、ヘルスケアもね、ウォルワートはまあ上がってるけど、カーニバル、台湾セミコンダクターに、まあそんなところかなと、銀行株、ゴールドマンサックスとか一旦、ね、銀行株プシャプシだけど、マクドナルド下落ですね。ユナイテッドヘルスも下落でしょ？ヘルスケア関連弱いでしょ？まあちょっとその、そういった形で目先動いてます、アメリカの方は。で、他の市場、上海は続伸、深センも上げ、香港ハンセンが0.5%下落と一旦ボトムアップしてるんですよね。で、ドイツダックス下落0.6%、ユーロストック50は0.3%下落で、25日線がちょっと落ちてきてるんだよ。これ気持ち悪いんだよ。25日線がもっと下がってきて、200日と接近してデッドクロス組みそうならば、ちょっと欧州発の急落入ってくる可能性あるので、そこだけ注意。そこだけ注意。あとビットコインも下落ですね。これ急落してんだよね、ビットコインもね。これ2万5千ドル近辺まで下がっていて、円ベースで言うならば、こんな形。377万なんだけど、ちょっとね、仮想通貨が大きくまた急落してるような感じです。で、アメリカのリートは、小幅安。日本のリートは、若干、0.42%上がってるっていう形かな。なので、全体的な動きを見たんですけど、アメリカは VIX と MACD がデッドクロス組んでる状態で差低いので、まあ、その個別なんだけども、グロース株優勢で動いてるよねっていう状況ですよね。で、日本株に関しては、さっきも言った通り、PR15.5 倍の理論値であったりとか、高値ライン近いので、そこでの売りも、売りを少し警戒しながらだとは思う。まあ、明確なラインで言うと、ここも3万3000円ぐらい。PR15.5 倍のライン。まあ、このタッチしてるから、今現状。まあ、ここのラインだと思うんですよね。そこで変な売り圧力出て、その、山取ってこないかっていうのは、目先のリスクとして、やっぱし意識しておくべきなのかなと思います。依然としてやっぱし加熱はしてるからね、指数自体は PR15.5 倍だから。まあ、個別では、やっぱし高配当銘柄中心に動いてくる可能性はあるんだけども、もう9月配当取りだからね、みんな欲しいから。1週間前ぐらいからの、要は下げ、権利落ち、そこは高値取ってる銘柄少し警戒しながらかなと、詳しくは、まあ、海運株の動きとか見とってほしいけど、過去のね。で、あとはその、そうだね。さっき言った木曜の投資主体別売買動向であったり、あと S 九州警戒ってところか、とりあえず VIX がまだネットクロス形成したまんまなので、比較的強い動きなので、狙って含み益増やしていきたいなと思って、僕も一応ポジションは持ち越しているので、まあ、そこはまた夜のライブ配信とかで随時情報の方は公開していきたいと思います。夜10時ぐらいからいつもライブ配信してます。うちのチャンネルは夜10時ですね、平日で。日曜日も皆さんする予定なので、また僕のチャンネル集合でお願いします。僕のチャンネルはこの配信とライブ配信2つ見てもらって初めて1つなので、そこだけはね、皆さん知ってておいてもらいたいかなと思います。特に夜のライブ配信にはできるだけ参加してほしいです。もう実際に、うちのチャンネル内での勝率めちゃめちゃ高いっていうデータはね、もう出てるんでね、今週はもう大体みんな乗れてから、もう利益取れてるって形ですから、もう過去最高更新ですよ、損益率がね。この状態意識維持するためにも、ますますね、ちょっとみんなとにも、
いろいろと伝えていくの頑張っていきたいなというふうにも僕も思っているので、一緒に理論武装して勝率高めていきましょう。あとは爆死しないだけ、それだけですね。高値掴みは意識したら回避することはできるので、そこだけは皆さんお気をつけください。よろしくお願いします。というわけで皆さん今日も一日お疲れ様でした。撤収メンバーさん、今晩またお会いしましょう。お疲れ様です。